立候補予定者木下富美男さんの政見メッセージを代読します。福祉サービスの充実を。私のスローガンは住民参加の南伊豆です。安心安全な街づくりを目指し、糧とする住民の暮らしに寄り添い、日常の相談等に努めていきたい。少子高齢化は歯止めがかからず、去年同時期の人口は8700人でしたが、残念ながら200人の減少となりました。高齢者といわれる65歳以上で元気に過ごされている方々は、全人口7600人の 50% に近づき、私も後期高齢者の一人です。毎日を何気なく元気で過ごされている方々も、年を重ねるにつれ、医療に、介護等にお世話になる機会が増えてきました。これからも町民の暮らし、笑顔が絶えない街づくりに、福祉サービスの充実は欠かせません。ここ数年、車の免許の返納者は増えており、病院や買い物などへの移動手段にはさらなる支援が必要です。介護サービスについて気軽に相談できるようサポートし、近隣の一人住まいの方々への挨拶回りなど、自分のできることを議会人として行政との連携に努めてまいります。これからも地域防災には日頃から避難地、避難所等を確認しながら、地元住民との報告、連絡、相談に相互間の協力を行っていきます。以上、木下富美男さんの政見メッセージでした。